竹ヶ花町は、尾張国羽織郡、後美濃国羽織郡、現在の岐阜県橋増市竹花町にあった、日本の城。1586年の、木曽川大反乱によりその流路が南線したことに、伴い尾張国より、美濃国に、遷った。それ以前の流路は、現在の境川筋を流れ、スのマ付近で長良川と合流していたと、考えられている。 竹花城と表記されることもあり、竹花城跡として1955年に、橋間市の史跡に指定されている。正確な位置は特定されていないが、丸の内地区に、本丸があったと言われている。逆さ川を外堀とした二重の堀を有していた。当初は、市道と竹花線の踏切付近に白石踏みがあったが、現在は、上場町、下城町付近が上石と推定され、 歴史民族資料館前に白石文を移した。なお、北側の指導工事の際、地下から河原石の石垣が出土している。位置関係からも竹花城の移行の可能性も高い。追記は竹越直隆によって、応任年間に行われたとされている。その後は、時市や斎藤市に仕えた長井市が入り、さらに、小田市に支配権が移ったと考えられる。年。 織田信夫の配下のふわひろつなが、上主の時代に起きた小牧、長くての戦いの際に、豊臣秀吉の水攻めに愛落上。ふわ氏は落ち延び、秀吉の配下の一柳義かまつが入場した。じ松が、大垣城主となると、池田恒之の配下の意気中寺、次に、森寺正門が入場する。後に、ふわ氏はこの地に戻り、ふわい敷村に住む。 その次の織田秀信敗下の杉浦重勝が、上主の時代の慶長5年8月22日、関ヶ原の戦いの前哨戦として、福島正則によって行為され、二の丸、三の丸に詰めていた援軍の毛利広森らが、地季であった福島に降伏してしまったため落城、杉浦は自害した。あと、竹ヶ花町は、敗城となる。 現在跡地は商店街や橋間市の歴史民族資料館となっている。ありがとうございます。